人民公社、ザスニッツ水産は、ドイツ民主共和国に存在した、人民公社である。流言島、ザスニッツに所在した。1979年、人民公社ロストック漁業コンビナートに統合された。かつてザスニッツ水産が保有した、漁船 SAS320 号。後に売却され、シュテルンハイと解消された。2014年以降は、CI と呼ばれている。 1949年1月1日、ザスニッツを拠点とする人民公社メクレンブルクバルト海漁業として設立された。同年2月7日には最初の17メートル級漁船12隻が引き渡されており、この日を象徴的な設立日とすることもある。1952年1月1日、人民公社ザスニッツ漁業コンビナートに解消。主に概要。 沿岸漁業を担った。ザスニッツ水産の歴史における最高年間漁獲量は1975年の66,149トンであった。1979年1月1日、改名及び改祖が行われ、ザスニッツ漁業コンビナートは、ロストック漁業コンビナートの一部をなすザスニッツ水産となった。百八十五年、十七の漁業、共同組合が、 事業に統合される。東ドイツにおける政変及び平和革命を経た1990年7月1日、社員1594名を要したザスニッツ水産はザスニッツ漁業、加工、港湾運営会社へと改祖された。エアンテンオーネズゼオン、ダスクンテンヌワーダイフィッシャー、デアヌービギニンゾスニッツ、アーシーネヤアウフホキシフィッシャー、 ベルトで永エ下ンゲセ AM7 ジュリ2018ありがとうございます。